にちは、こんばんは、おはようございます。前回の草津観光の後編ですね。前回は万座温泉から草津の観光をして、これからホテルにチェックインするところですね。ただいまセブンイレブンで、買い出しをしてから、このまんまホテルに向かいます。はい、じゃあホテルに向かいます。あ、ここ西の河原の道ですね。はい、こちらが今回のお宿でございます。もちろんリーズナブルでございます。さらに、貸し切り露天風呂かなと風呂がありますので楽しみですね。でね、この泊まりが去年来た裏から見るとね、すごいあれなんですけど、こちらも貸し切り露天風呂、露天風呂はなかったかな、半露天風呂かがあるリーズナブルな宿なんですよ。ほんとおすすめなんですよね。穴場、ほんと穴場、穴場中の穴場の宿ですね。桜さんだっけな、桜リゾートホテルか。まだチェックインまでは30分ぐらいあるんで、少し車の中で待ってます。はい、着きました。部屋はまた 7.5 ぐらいですかね。まあ、部屋が暗いですね。で、トイレ、洗面ついてますので十分ですね。この後、貸し切り温泉入ってきます。こちらは、会社の保養所か何かなのかな。で、確か来年以降とかはもしかしたら泊まれない、もしくは部屋数が激減するということで、一泊ね、二人以上になりますけど、一人3500円とかで泊まれます。で、温泉付きなんで、で、評価もね、ものすごく良かったです、楽天ので。泊まってみようと思って今日来てみたんですけど、結構綺麗ですね、お部屋も。あ、ただアメニティバスタオルとか、寝巻きもないのかな。その辺だけは用意しないとダメですね。では、すいません、温泉行ってきます。はい、こちらがロビーというかですね、ロビーかな。で、露天風呂と宇宙があって、こっちに食堂か、あ、食堂っぽいのがありますね。本館の2階なのかな。上がってみたいですけど上がらないです。じゃあ入ります。はい、こちら露天風呂です。狭めかな、2人って書いてあったな、店員。いや、十分でしょこれ。これ何回でも入れるんですよ。入りまーす。俺の足やけどな。いやー、気持ちよかったっす。昨日行った万座温泉が白濁の硫黄の強い匂い、強い温泉なんですけれども、硫黄の香りがね。草津は酸性で、体が溶けていく感じですね。万座温泉の方がこうカバーされる感じですかね。ですけど、草津の方だともう体が溶かされてツヤツヤになるっていうようなイメージです。痛いですもん、酸性でチク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 する。それがね、癖になるんですよ、草津の温泉は。さて、この後はですね、この後は少し寝て、またあれかな、よいしょ、この後は少し寝て、居酒屋ですね。いつも行ってる居酒屋さん予約できたらいいんですけどね。では、一旦
おやすみなさい。おはようございます。現在6時半です。2時間ぐらい熟睡してしまいました。もう起きるのがほんときつくて、タイマーでセットして鳴った瞬間にはもう別に晩飯食いに行かなくていいやって思ったぐらいきつかったですね。でまた窓を開けて今撮影してるんですが、すごい寒い。昨日の漫才より寒いかもしれないですね。これから晩飯を食べに岩岳方面へ向かいます。はい、無事お店予約取れました。よかったです。今から歩いて10分以内ぐらいにそのお店行くんですけど、 Google 評価で見るとね、接客がどうのこうのっていう風に書かれてるんですけれども、それはね、私は何度も行ったことあるんで分かってるんですよね、どの方がっていう感じのことも。ただ料理は美味しいんですよ。でその方の接客も慣れてるんで、まあ、気にせずそこは向かいたいと思います。にしても霧がすごい、前が見えない、マジですごい。この裏路地にもですね、共同浴場がありましたね。人が入ってる音聞こえる。はい、着きました。草津に来たらここしかいつも晩飯は行ってません。では入ります。この舞茸ホイル焼きがキャンプでも行かなかったんですけど、このお店のきっかけなんですよ。ここで初めて食べて美味しくてハマりました。ごちそうさまでした。本当に美味しかった。いやー美味しかった。また次回来た時もあそこ行きそうですね。で今回はいつもと曜日が違うせいかわからないですけど、店員さんが変わったのかわからないですけど、接客はねものすごく良かったですよ。はい、これだったらね、何も気にせずあちらのお店行きたいですね。この後はまた温泉街を通って湯畑がおそらくライトアップされているので、そちらを見てから酔いを覚ましがてらホテルに戻ります。寒い。着きました。やばい雰囲気、これは酔い覚めますわ。あちらのね焼き鳥屋さんも混んでますよ。ちょっと行ってみますか。やばい。まあ、ここじゃなくて、あれですね。奥の方行ったら、あれ？ライトアップ消えた？まあいいや、奥行ってきます。すごい、硫黄の香りがしますね。これはいいわ、草津。草津は温泉街が楽しいわ、本当に。これはすごいよ、感動レベルですよ。いやー来てよかった。すごいツリーも綺麗。これは作って正解ですよ、上から目線。
夜の街並み温泉街自体が世界文化遺産ですね。これはずっと見てられますよ。ではホテルに戻ります。少しゆっくりしてからまた露天風呂行こうかなと思います。はい、あれからですね、結局ぼーっとしてたら寝ちゃいまして、深夜ですね、深夜どうしても夜の露天風呂入りたくて来ました。寒いのでこれは気持ちよさそう。気持ちよかった。幸せでした。最後にじゃあ、少し酒飲んでまた眠ります。疲れました今日一日。ではおやすみなさい。朝8時半ぐらいですね。熟睡だったな。この後は朝風呂入ってお味噌汁飲んで帰らないとですね。朝の露天風呂が空いてました。名残惜しいな。はい、ではチェックアウトします。名残惜しいですね。この後はまんじゅうですね、まんじゅう屋さん行きたいんですよ。お土産にそちらへ向かいます。松村まんじゅうさんですね、の支店ですね。初めて来ましたよ。いつもお休みの時だったんで父屋さんしか行ったことなかったんですよね。では入ります。松村まんじゅうさん、いただいちゃいます。いただきます。うまい。まんじゅうとかあんまり食べないんですけど、草津来たら必ず買って帰りますね、まんじゅう。おいしい。やばいわ、これは。はい。というわけでですね、現在午前10時半ぐらいなんですけれども、草津を出ちゃいたいと思います。本当は草津のおいしいお蕎麦とか食べていきたかったのですが、まだ今日行きたい場所があるので、そちらへ向かいます。2泊3日万座、そして草津温泉、このコースは最高最強でしたね。草津にまた来るときはまた万座温泉に泊まってから草津に行くという流れしてしまうかもしれないです。では今回はここで動画は終了させていただきます。面白かったという方がいらっしゃいましたら、ぜひ、チャンネル登録、高評価、概要欄からよろしくお願いいたします。ではまた次回の旅でーす。